ここ。うん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまで繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？ああ。あ、はいや。ティファ。無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。行こう。急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ？もちろん、助け。その子がタイプなんだって。だから。え？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん。兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、
やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。あれ見て、コルネオ。あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、やっちまった。なんだ、俺のまたお前らか。大馬鹿野郎。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。
外れたら迷惑料を置いて帰んな。思ってた。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。ねえ、待ち合わせ場所はここのはずだけど。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。開いてないみたいだね。え、どうも。ちくしょう、ここか。アニヤに会うはずが。なぜ俺は。俺が話してくる。エアリスはここで待て。でも、え、どうして。私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。咲き乱れる花のように誘惑する。おお、へえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか。あ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか。いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに。俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束、マイハニーに届いたかな。うん、私ドキ。ぼったくりじゃねえか。映画から来てるじゃないよ。貧乏人はとっとと帰んな。こんなの癖になっちゃう。僕もうマムなしでは生きていけないよ。あ、うん、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ。あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと。私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。またまた、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。
ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちはてもみやもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、言っておくけど、このコースはリスクがあるよ。え？いわば人体実験。素晴らしい効果の時もあるし、その逆もあるの。あ、待ってくれ。待たせる男は嫌いだよ。さあ、歯食いしばりな。うわぁ。力が入らない。悪かったね。お大事に。どうだった？すまない、何も話したくない。うん、真っ青。少し休めば大丈夫だ。本当に？そう信じたい。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。え？この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだい、乗るかい？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？
この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。